こんにちは、ヒートルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、海外の稼いでる起業家、マーケッターが必ず今行っている最新の方法で、なおかつ私が日本で実践して結果を出している最新のマーケティングセールス手法についてお話をしていきますので、必ず今日のビデオを最後までご覧ください。で、このビデオをご覧になっている方というのは、何かしらの商品を売っている方、もしくは売りたい方が多いんじゃないかなというふうに思います。それは例えば私のようにコンサルタントとか講師業をされていて、個別契約を取りたい、顧問契約を取りたいという方もいらっしゃれば、何か通販とかでリアルな商品を販売している、もしくは家を販売したりリフォームを販売するというような高額商品を売っていたり、もしくは健康器具とかね、サプリメントとか薬とか、まあ、そういった今流行りのね、健康関連のグッズとか商品を売りたいとか、そういう人も結構多いんじゃないかなというふうに思います。で、これからの時代、あなたがウェブからお客様を集客し続けて、ライバルよりもたくさんのお客様を集め続けてビジネスを継続させたいと思うのであれば、必ずこの方法、あなたがね、どんな業種でどんな商品を売っていようとも、この今から私が お話しする方法を絶対に実践しないと生き残っていくことは難しいですね。本当に私のね、今日の話、最後までしっかりと聞いてください。で、そもそもですけど、人は商品を売るのが苦手なんですよ。特に何かね、電話営業したりとか訪問営業をして、お客様こういう商品があるんですけど買っていただけませんかねっていうね、そういったね、あのセールスの経験ありますかね。もう私も昔サラリーマンの頃にね、電話営業とかさせられて、本当にすごく嫌だった、トラウマになった経験があるんですけれども、おそらくほとんどの人は自分から何か商品を売るっていうのがすごく苦手だし、嫌なことなんじゃないかなというふうに思います。で、今言ったように私は本当に昔はセールスをするの非常に苦手でね、すごく嫌だったんですけど、今は本当にセールスをするのが正直非常に簡単になりました。で、毎日ほぼ自動的にお客様が集まり続けていて、まあ、その中から、ね、自分からお客様の方から、ヒートルさん、あなたのサービスを受けさせてくださいと、ね、あなたにお金を払わせてくださいという形で、たくさんのね、濃いお客様が集まってきていただいて、まあ、私のセミナーとかに参加したり、ね、個別のコンサル契約を学ぶというね、そういった状況が可能になってます。じゃあ、なぜ私がそうやって簡単にセールスをして濃いお客様を自発的にね、集めることができているかというと、そこは非常に大きなポイントがあります。で、そういった非常にセールスがうまくいっている人とうまくいっていない人の違い、一番の違いは何かというとですね、それはただ商品を売っているだけなのか、もしくはいいですか、知識を売っているのか、この違いなんですね。いいですか、商品を売るかそれとも知識を売るか、ね、意味が分かりますかね。いや、ちょっとまだ分かりませんという人も多いと思うんですけど、これから説明するので安心してください。で、商品を売っている人、商品っていうのはね、何か形がある商品でも何かサービスでも構いません。本当に商品を売っている人っていうのはただのセールスマンなんですよ。営業マンなんですよね。はい、何かこいつは売りつけようとしてくるんだなと、ね、私が本当にいらないかもしれないものを何か高い価格で値段を釣り上げてボってくるんじゃないか、私を騙そうとしているんじゃないかなって、そうやって思われてしまう存在になってるわけですよ。本当にほとんどのセールスマンというのはこの状態でお客様にセールスをしてしまうので、お客様からあっち行けとね、お呼びでねえよっていう形で嫌がられてしまうわけですよね。もしくはもっと値段安くなんないのとね、もっと安くしてくれたら契約してあげるよっていう形で、もうすごく利益が低くなっていく非常に厳しいセールスになってしまうわけですよね。でも、もしあなたがいきなり商品を売るんじゃなくて、その前に知識を伝えることができれば、それをね、知識を非常に安い価格とか無料で伝えることができるとですね、あなたはセールスマンから先生に生まれ変わることができるわけなんですよね。ですので、先生になれると、お客様から、見込み客から先生として認識されると、ね、本当にすごい、あの人、ね、すごくなんかいいことを教えてくれた、私が悩んでることをなんか本当に解決してくれるような、ね、すごく大切な知識を教えてくれたって、そういった関係性が築けると、よくコンサル型セールスとか言うんですけれども、ね、セールスマンから営業されるんじゃなくて、私の先生が、これした方がいいよと、こういう内容持ってるんだったらこの商品買った方がいいよ、私おすすめするよっていう形のね、あの先生、コンサルタントからおすすめをされたっていうことになりますので、高い商品でもいい値で買っていただけるようになりますし、お客様本当に喜んでその商品を買って使っていただけるっていうね、そういった素晴らしい、お互いがウィンウィンにで、お互いが幸せな関係を築くことが可能になるわけです。で、本当に何度も言いますけど、別にこのね、知識を伝えるっていうのは、私みたいなコンサルタントだけがね、何かもともと知識を伝える人間だけが実践できる方法じゃないわけですよ。
あなたが例えば、健康器具とかをね仮に売っているとしましょうか。で本当にね私もセールス受けたことあるんですけども、多くの人はねちょっとマルチみたいなやり方でちょっとお茶しないとかね、ちょっとここに遊びに来ないとか言って人をおびき寄せて、そこでね何かあなたこういう問題持ってるんであればこの商品買わないとダメよと、今の生活続けてると大変なことになるわよとか、いろいろ脅しをしたり、ね、いろんなテクニックを使ってそこで無理やり高額な商品をね分割とかで契約させるわけですよね。そうするとそこでね勢いに押されて買っちゃった人というのは、あとなんであんな商品買っちゃったんだろうみたいな、俺バカだったなみたいな形で、後悔するわけですよね。でもしあなたが何かね健康器具とかそういったね商品をバックエンドメインの商品として販売したいと思ってるのであれば、ね、いきなりその商品を販売するんじゃなくて、まずは健康に関する知識というものをね、ネット上だったりセミナーを行ったりとか何かね特に情報発信をしていって、伝える、もしくは本を書いてもいいですし、何かしらまず知識を世の中に非常に安い価格もしくは無料なので、伝える必要があるわけですよ。そうすると人は知識を学びたいので、あなたの本を読んだりとかあなたの YouTube とかブログとかね Facebook の記事とかを読んだりして、あこの人の話もっと聞きたいなということで関係性が深まっていって、でその上で、あじゃああなたみたいな問題抱えている方であれば、今こういったね例えば布団があってこれは電磁波をカットできるんだけども非常におすすめですよと言えば、あそれだったら買わせていただきますっていう形で非常に楽なセールスができるわけですよね。ですのであなたがそういった健康器具を販売している、もしくは家とかリフォームとかの商品販売している、もしくは私みたいなコンサル契約とかそういったね高い商品を販売している場合でも、その商品をいきなり売っちゃダメなわけですよ。で例えば私の場合であれば、私が売ってる一番ね高いメインの商品というのは私との個別コンサルティングですよっていう話になるわけですよね。まあ1年間でそれはもちろん数百万円とかいただいていますので、ビジネス的にはやっぱり利益率が高いね一番売りたい商品ということになるわけです。もしくは個別コンサルからさらに上に行って、本当にヒルトンの会社と一緒にねジョイントベンチャービジネスパートナーとしてビジネスを行いたいっていう場合ですね、本当にまずは手付金1000万円くださいと、そしてその後売上の5割以上はうちもいただきますよっていう形で、まあ、そういった誰でも申し込めるわけではないサービスというのもあるわけですよね。でそこでもし私が、ね、そういった高額商品をやっぱり売りたいなということで、じゃあねいきなり出会った人にちょっと名刺交換をして、いや実は私ね個別コンサルティング年間ね例えば500万円でやってるんですけれどもいかがですかっていうふうにセールスをしたら、あこいついきなりそんな高額商品のセールスしてきやがったと、この野郎みたいなね話になるわけですよ。なのであなたももしかしたら私が今言ったようないきなり自分が売りたい高額な商品を販売するようなセールスをしている可能性もあるわけですよね。でも私の場合はいきなりそういった高額な商品をセールスするのではなくて、まず知識を伝えてるわけですよね。まず無料で知識をね動画とか PDF で伝えたり、まあ、その後本当に数千円とか数万円ぐらいの価格帯で、自分が知っていることとかセミナーとかのね数万円ぐらいのレベルで販売して、そこでまずはお試しをある意味してもらうわけですよ。でそこでね興味を持っていただいて私のことを好きになってくれた人は、じゃあそこからまたちょっと高額なプログラムね何十万円がするプログラムもありますよとかね何百万円もする、個別コンサルティング契約もありますよっていうねそういったセールスをするとお客様自然にそういったもっとねヒルトロ先生とお近づきになりたいということで自分から望んで、気持ちよくお金を払っていただくっていうねそういったセールスが可能になるわけですよ。でもちろんあなたも何か体験会とかセミナーとか勉強会とかねそういった何か情報を知識として伝えたり、何かまずアポを取ってねお茶を しながらね仲良くなっていって、その後にセールスをするとか、まあ、いろんな施策はされてるんじゃないかなというふうに思います。ただね今もう2018年でねもうすぐね2020年も見えてる、本当に時代はどんどん変わっていくねわけですよね。ですのでもっとウェブを活用しませんかとね、今みんなもう DVD とかの時代終わってるわけですよ。私もね今 DVD とか CD が見れる機会が家にないわけなんですよね。ですので本当にみんなパソコンとかそれこそスマホですよね、スマホでいくらでも動画とかそのオンラインコンテンツが簡単に見れる時代になりました。ですのであなたもねそういった知識を、ね、直接会って教えるのももちろん今まで通りのやり方でいいんだけども、それ以外にもオンライン上で自分の情報をもっとね効率的にねそれを問題を抱えている人にもっと効率的に伝えて、ね、ビデオコンテンツなどを見てもらって、本当にあなたのファンを自動的にねその自分があなたがその勉強会を開くとかいうよりかはそのあなたのビデオね録画こうやって私がやっているように自分の録画にね自分の分身となってもらってオンライン上でそういった知識を提供していけば本当に効率的に自分のファンを増やしてね生徒さんを増やしていって、その生徒さんにじゃあこういうねサービス私が会社が売ってる商品いかがですかっていうことをすると本当に簡単に商品が売れるようになるわけです。
て、こういったデジタルマーケティングを私が実際にじゃあ今どのようにやっているのかというね、具体的なやり方をちょっと今から説明していきたいと思います。で、私の場合はメインの集客ソースというのは Facebook になります。 Facebook 広告ですね。あの Facebook の個人ページとかじゃなくて、ちゃんとお金をかけてね、Facebook に、まあ、月数十万円ぐらい払って、Facebook からねアクセスを自分のサイトに集めています。で、そこから何をするかというと、じゃあその次に、じゃあ何かね、PDF でね、Facebook 広告の何かガイドブック、ね、Facebook 広告で結果を出したい人、ね、無料で PDF のガイドブックを差し上げます。電子書籍を差し上げますので、ぜひ無料で手に入れてくださいねって、そういった、まあ、いわゆるランディングページと呼ばれるサイトに、ね、Facebook 広告を使ってね、アクセスを買っているわけですよ。で、そこの PDF にそのメールアドレスを登録していただくんですけど、そうするとまずね、じゃあちょっとね、あなたに特別なオファーをしますよということで、本当に3000円ぐらいのね、まあ本当に普通私のセミナーね、安くても本当に数万円するんですけども、今回特別ね、初回限定で、3000円で私の数時間のビデオが見れるね、オンライン講座というものを差し上げますよというかね、3000円で販売しますよという形にしています。こういった価格帯の商品のことをフロントエンド商品というんですけど、やっぱり人っていきなりね、数万円の商品とか1万円でもやっぱりちょっと高いなって思うわけですよね。本当にね、仲のいい信頼できる人であれば、全然そのぐらいでも買うよって話になるんですけども、その信頼がまだね結べていない状態でいきなりね数万円の商品を売るっていうのはちょっと厳しいわけですよね。ですので本当に数百円とか本当にね2,000〜3,000円ぐらいの商品をね提示すると、これが非常によく売れるわけですよ。本当にここでメールアドレスを登録したうちの、まあ、10人に1人ぐらいは買っていただけるわけですよね。これは結構いい数字なわけです。で、私の場合はその後にさらに、じゃあもっとね、この Facebook 広告のやり方を詳しく学びたい人は、ね、こちらの上級講座もありますよっていう形で、2万円ぐらいの商品も販売しているわけです。で、この商品の値段っていうのは別に2万円じゃなくても、別にね、1万5000円でも1万円でも5000円でもいいですし、もしくは3万円とかもっと高くてもいいんですけれども、とりあえずここでね、最初に商品を買ってお客様が財布を開いてる瞬間に、じゃあついでにこちらもどうですかってね、アップセルって言うんですけど、そういった売り方を行うとやっぱり利益を増やすことができるわけですよね。で、それがなぜ大事かというと、やっぱり Facebook 広告のね、単価っていうのも毎年上がっていってます。どんどん価格っていうのは上がっていっていますので、やっぱりその Facebook 広告にかけたお金っていうのをできるだけね、早くここの2つの商品で、回収する仕組みを作っておかないと、本当に資金に余裕があるっていう会社さん以外は Facebook 広告を使い続けることがなかなか難しくなってしまうんですよね。ですので私もね、すぐに商品を売る仕組みがあるので、本当にね、キャッシュフローがいい形でここの売り上げをまた Facebook 広告にすぐ当ててですね、赤字にならない形で Facebook 広告を常に回し続けることができるわけですね。で、もちろんで、これで商品を売って終わりではなくて、ここからがある意味本番なんですけど、まあ、ここから本当にね、私も他の、まあ、Facebook 広告を学んだ後は、実はこれも大切なんですよ、これも大切なんですよね、プロダクトローンチとかありますよ、ウェビナーとかありますよ、セールスレターの書き方とか、ね、コピーライティングとかね、ありますよっていう形で、まあ、他のいろんな商品をね、本当にまた数万円する商品を販売していったり、ね、私もちょうど今募集していますけれども、まあ、ちょっとね、私からリアルにグループで学びたくありませんかとか、もしくは、個別コンサルティング学びたくありませんかっていうね、そういった階段がまたさらにあるわけですよ。ですので、これを見ている方の多くは、例えばね、本当にコンサルタントになりたい、コンサルタントで食っていきたいということで、やっぱそうすると、本当にね、ここで数百万円のバックエンド、顧問契約を結びたいとか思ってる人多いと思うんですけど、やっぱりそれはいきなり売れないわけですよ。そこの商品を簡単に売るためには、やっぱりそのお客様の最初のスタートとあなたが売りたい商品のギャップができやすいので、まあ、そこをうまくね、道を作っていく、橋渡しをしていくために、まず無料、まず数百円、数千円、ね、数万円、数十万円で、それがあってからの数百万円とかいう話になっていくわけですよ。で、こういったやり方をね、セールスファネルとか、言ったりします。まあ、これまでのビデオでの解説をしたのでね、もう知ってる方多いと思うんですけど、セールスファネルという売り方になります。で、これをうまく使えている会社というのは本当に日本では少ないですね。本当にごく一部の限られた企業しかこのやり方をうまく使えていません。で、それに比べて海外の非常にね、最先端の稼いでるマーケッター企業さんたちというのは必ずね、非常にうまい形でこのセールスファネルを作り込んで、ね、安定してお客様を集めて稼ぎ続けているわけですよ。
ですので、あなたがどんな業種でどんな業界でどんな商品とかサービスを売っていてもそれは関係ありません。これからの時代は物を売るんじゃなくてしっかり知識をまずは提供して売ってから、その後に初めて物を売るっていうね、そういった売り方が絶対不可欠になります。これをやっている会社じゃないと絶対ね生き残ることはできません。ですのであなたもいきなり商品を売るっていうよりかお客様に知識を提供してください、ね、それはお客様が抱えている問題をね解決する知識だったり、自分が知っていてお客様の役に立てる知識というものを無料だったり非常に安い価格、本とかね PDF とかビデオとかで非常に手に入りやすい価格でフロントエンド商品として、提供することでバックエンド商品が売れやすくなるというわけです。でただね、多くの人はやっぱりどうやってそういった知識コンテンツを作ればいいのか、どうやってフロントエンド商品を作ればいいのかね、 PDF とかビデオとかそのちょっとパソコンの使い方もあんまり得意じゃないし、どういったツールとかシステムを使えばいいのかよくわからないという人非常に多いと思います。ですので本当に今から数日間だけあなたがねセールスマンを抜け出して本当に知識を伝える先生となって簡単に、ね、売り上げを増やすことができる、そのやり方、そういったコンテンツの作り方、知識の作り方、セールスの仕方、最新のツールの使い方、そういったものをあなたに手取り足取りね3ヶ月間みっちり教える講座を今だけ募集しております。これは期間限定の追加募集になりますので、あなたが見ているタイミングによってはもうね募集は終了してしまっているということもありえますので、それはご了承ください。それではあなたも私が行っているように自分の知識をね無料もしくは安い価格で世の中に販売していって、そうやって濃いお客様を集めるというね、そういったマーケティングセールスのやり方を必ず行うようにしてください。それではまた。